富永ボンドラジオボンドバー。こんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今週のゲストは元プロサッカー選手で現在は各方面で活躍されているサガンリレーションズオフィサー高橋芳樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組第426回なんですが、めちゃくちゃ長いですね。スポーツ選手の方が来られたのが初めてでございまして、はい、光栄です。ありがとうございます。はい、まあ、スポーツもクリエイティブといったらクリエイティブかなというふうに思いますよね。そうですね。技ですね。まあ、本当にこう特にプロになるとやっぱ見せなきゃいけない部分もあると思うので、やっぱ楽しんでいただくっていうところがあると思うので、そのファンの皆さんですね。ファンの皆さんですね。はい、いろんなことを聞いていきたいなというふうに思います。はい、15分間よろしくお付き合いください。お願いします。これちょっと高橋さんに言ってもらっていいですかね。はい、いいですか。はい、せーの。アートに失敗はない。よっしゃ。まずはぜひ高橋さんご自身のお声で簡単に自己紹介をお願いします。わかりました。現在はサガン鳥栖に所属しています高橋芳樹です。はい、まあ、どんなことをやっているかというと、まあ、サガンリレーションズオフィサーとして活動してるんですけど、まあ、こうリレーションはこうつながりを意味していて、サガン鳥栖とサガン鳥栖に関わる全ての方々とこうつなぐ役、橋渡し役として活動しています。まあ、今本当にこう佐賀県のために活動していて、鳥栖市では鳥栖市特命応援団長として鳥栖市の良さを発信するような役目も担っていて、はい、本当にこう地域の方々のために活動しているという感じですね。うん、観光大使ですよね。もうそうですね。まあ、鳥栖市ではそういう感じで。そうですよね。はい、もともともうずっと佐賀県の鳥栖市にいらっしゃる。出身も、出身は長野県。長野ですか。出身で、高校卒業して佐賀鳥栖に入団しました。はあ。で、一度2年間仙台の方に移籍したんですけど、また2年後に鳥栖に帰ってきて、はい、プロ生活としては18年間サッカー選手として活動したんですけど、はい、16年間をサガン鳥栖でプレーしました。あ、はい、じゃあもう人生の半分以上はもう佐賀で、うん、今あの38なんですけど、はい、18年が長野県で、あ、18年が鳥栖で、鳥栖で、で2年が仙台でって感じです。仙台と、はい、もう佐賀の人ですね。そうです、佐賀の人です。いやいやいや、はい、佐賀愛はねみんな強いですからね。強いです、はい、特にこのサガン鳥栖好きな人たち多いですから、ありがたいですね。ね、うん、あの現在はサガンリレーションズオフィサーとして、まあ、あの各方面でご活躍中で、はい、もうリスナーの皆さんもきっと、うんうんうん、まあ、もう知ってるよっていう方多いと思うんですけども、ね、テレビや CM 出演、それからイベント出演や学校や施設などへの訪問もされていらっしゃいますよね。はい、うん、あのサガンリレーションズオフィサーというのは、はいはいはい、まあ、改めてどういった、ね、はい、ことをされているんでしょうか。まあ、本当につながりを大切にあの活動してるんですけど、まあ、どういうことをやってるかと言われたらもう何でもやっています。まあ、ここに先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、テレビに出たり、まあ、CM もそうですし、まあ、サガン鳥栖の広報関係ですね。サガン鳥栖のことをより知っていただきたいっていうのと、まあ、あとはサガン鳥栖がより良いチームになっていく、クラブになっていくためにあの何をしたらいいのかっていうのをこういろんな方々、地域の方々に、接することでその意見をいただいて、またチームの方にこう話したりですね。まあ、あとは今最近では本当に多いのが夢や目標の大切さを知っていただきたいってことで小学校や中学校に行くことが多くなってます。あ、その話めっちゃしたい。僕もその話めっちゃしに行くんですよね、小学校に。ね、ちょっとそれは置いといてですね、はいはいはい、そのつなぐっていうのがですね、うん、実は私の作家活動のテーマでもあるんですよね。うん、あ、そうなんですね。あのボンドで書いてるから、人と人をつなぐ、な、人と人は後でつなぐみたいなことで、うん、もうなんかすごく共感できます。素晴らしいですね。はい、まあ、地域の魅力とサガン鳥栖の魅力を多方面で発信されている高橋芳樹さんなんですけれども、うん、選手時代と変わったことってありますか。今そのリレーションズオフィサーになられて、はい、そうですね、まあ、あのもう本当ガラッと変わりました。ガラッと、まあ、本当サッカー選手ってあの自分の時間めちゃくちゃ多いので、あーチーム練習がですね、あの1日で約2時間とかしかないので。あ、そうなんですか。それ以外はまあフリーの時間、あ、じゃあそのフリーの時間を使って個人練習ですね、まあ、その時間をどう使うかがサッカー選手として成功するかしないかが結構ポイントに
なってくると思うんですけど。おっとちょっとこれは小学生たちに聞かしたいなサッカー選手になりたい子たち、まあ、やっぱこう成功する選手たちはその練習前もやっぱしっかり準備しますし、終わってからもやっぱりこう自分が何足りないのか練習しますし、その後もやっぱサッカーのことばかりずっと考えて、もちろん映像を見たり治療したり、もちろんトレーニングまた自分でしたりっていうところで、まあ、サッカーのことをどれだけ考えれるか、その時間が長いかによって、まあ、本当にこう成功できるかできないかっていうのは、まあ、18年間サッカー選手をやってきましたけど、やっぱそういう選手たちを見て思いますね。もうずっとサッカーのことを考えて、サッカー愛ですよね。そうですね、強ければ強いほどプロになれるんじゃないかと、はい、本当にそう思います。ちなみに高橋さんは初めてサッカーやり始めたのっていつですか？サッカースクールに通い始めたのが小学校3年生3年生の時ですね。まあ、そこまで野球やってたんですけど、はい、まあ、父が野球やらせたくて、はい、あのずっと野球やっててでも右投げ左打ちにしろって言われて左打ちになってて、はいはい、である時、まあ、小学校2年生の時に、J リーグが開幕した。あ、はい、で、まあ、野球もやってたんですけど、あの友達に誘われてサッカーをやる形でサッカーを始めました。その時お父さん、お前サッカーとかダメとか言わなかった？いや全然言わなかったです。まあ、いつか野球に帰ってきてくれるんじゃないかなみたいな感じで思ってくれたみたいな。プロになってもうていやいや素晴らしいですよ、はい、ねえ、ね、うん、じゃあもう選手時代とはもう今は全然生活スタイル変わった、ね、全然違いますね。違いますよね、はい。じゃあでもそのご自身の経験を生かされてですね、うん、はい、まあ、その地域の子どもたちのためにとか、はい、その夢の話をちょっとしたいんですけどね、はいはいはい、夢ってやっぱり持ってた方がいいですか？僕はあの夢持つの持ったのが実は高校生だったんですよ。あ、じゃあ小学校3年生から高校生までは別にプロのサッカー選手になりたいとは思ってなかった、まあ、いいな選手もいいなって思ったぐらいで、うん、実際にそのなりたいと思ったのは高校2年生の最後ぐらいだったんですけど、はい、その夢目標を持つことによってどうやったらそこにたどり着けるかっていうのをこう考えたときに、はい、もちろん今までもサッカーの努力はしてきたんですけど、まあ、努力の仕方が変わったというか、それによって本当成長スピードも変わりましたし、はい、そのもちろん今までも本気でやってたんですけど、なんていうんですかね、その意識の一つの練習の意識の違い変わったので、その時に、あ、夢目標をしっかり持ってそこへのも道筋をしっかり考えるだけでここまでこう変わるのかっていうのを実感したので、これ例えば小学校の時から思ってたらどうなったんだろうっていうのは振り返ると思ったのであ、やっぱその夢目標を持つってすごい大切だなっていうのは思いました。私も同じなんですよね、はい、夢目標をまず設定することで、うん、そこに向かってって、まあ、同じ話なんですけど、はいはいはい、個人的に思ってるのは、うん、その夢ってあの叶えなくても別にいいんじゃないかなと思ってて、その夢を持つっていうことがまず大事で、うん、はい、そこに向かって何をしたかっていうことが一番大事だと思うんです、はい、だから僕はちょっとあの絵を描いてるんで、はい、絵を描いてその描いた作品の、うん、評価というよりかは、はい、書くまでのプロセスがどれだけ楽しいかっていうことが大事、そちらを評価しないといけないんだよっていうのも、はい、小学校行って子供たちにね、楽しんでやろう、楽しんで絵描こう、サッカーやろうみたいな話だと思うんですけど、はいはい、いや嬉しいな、なんか最近 SNS 見てたら、うん、夢とか持たなくていいんだよみたいなの結構見るんですよ、うん、ですですね、見るんですよ、はい、いや僕は持った方がいい、でも持てないっていう子たち多くないですか？いや、そうなんです、多いです、何していいか分かんない、本当そうなんですよね。で、まあ、本当に僕は夢やこう目標ってやっぱ好きなことじゃないとなかなか持ちづらいと思っていて、うんですね、無理やり作ってもそれは多分そこまでこう頑張れないし、はい、いけないと思うので、やっぱ小学生とかに伝えるのはやっぱ好きなことや興味のあることを今もう大切にしてほしい、そうなんですよね、っていうのはもうずっと言いますね、うん、ただ選択肢が多い時代なんですよね。そうですね、もうスマホ開けばいっぱいあるんですよ、楽しいことが。はいはいはい、でその中から何を自分は選んだらいいか分かんないっていう、うん、もう現代の悩みです。我々の頃はもうテレビで J リーグあってたら、あ、 J リーグだ、あー、そうですね、うわーってなるけど、うんうんうん、もう今いっぱいありすぎて分かんないんですって子供たち、ね、でもサッカーいいよって、なんかこうサッカーの魅力って一言でお伝えいただけませんか？僕がサッカーが好きになった理由は本当にこう仲間と一緒に一つの目標に対してなんか一緒にこう進んでいくところがすごい面白いなっていうのと、自分一人ではなんとかこうならないところも好きだし、
でもその反面なんとかこう自分一人の力で勝たせるようにしたいって思ったのがきっかけで、本当にサッカーが大好きになって、で本当に大好きになったのは僕は失敗からだったんですけど、はい、本当にこう自分自身が負けず嫌い で、うん、で全国大会をかけた試合で PK を僕が失敗してしまって負けてしまったところから、あの本当にこう負けず嫌いに火がついて、本当まあ仲間に申し訳ないって気持ちと自分に不甲斐ないっていう気持ちから、あサッカーでこう何度か頑張りたい、でその負けからそのいっぱい努力したことによって、あサッカーが本当に好きになったので、まあサッカーの魅力というのはやっぱ全員で同じ仲間と一緒に一つの目標に向かってこう頑張るところ、そしてまあ一人の選手だけじゃなくて全員の力が合わさらないとなかなか勝てないよっていうところはまあ魅力の一つかなと思いますね。チームですね。チームですね。それこそもうサガントスが、うん、まあ、サガンっていうのは小さな砂粒が固まって強靭でこう岩になるっていう意味があるんですけど、はい、まさに僕が思っていることを表してくれているこうチーム名だなと思って。あ素敵ですね、はい、もう大好きな、はい、チーム名でもありますね。あ素晴らしい。もうそのサガントスもサガンも大好きだから今のお仕事 ね、はい、そうですね、ものすごい忙しいでしょうけど忙しくない、はい、もう頑張ってくださいこれからも、はい、ありがとうございます、はい、最後に、PR などあればお願いします。そうですね、まあ、あの今シーズンはもう終了してしまっていて、まあ、来シーズンに向けてまたいろいろ移籍がしたり入っていきたいっていうのはまた繰り返されていくんですけど、はい、まあ、その中でまた来シーズンに向けて、12月23日にイベントではないんですけどホームかアウェーか開幕カードが発表されるので、ぜひそこをまた楽しみにしていただきたいなっていうのと、これからどんどんサガン鳥栖が選手の情報を出していくので、はい、ぜひそこを楽しみにしていただきたいなと思います。本当に楽しみですね、はい、そして高橋よしきさんの SNS、はい、インスタグラムの方がございますね、はい、高橋さんの情報はインスタグラムで皆さんチェックしてください。ちょっとまだずっと話してたいんですけど、続きはまた来週ということで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんながボンドのラジオボンド場、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 NBC ラジオのウェブサイトメッセージフォームからお送りください。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。せーの、アートに失敗はない。ナビゲーターはボンドで絵を描く画家富永ボンドでした。また来週。